シリーズ今裸にしたい男たち。今回はあの日本ロック界のカリスマと呼ばれた男、元 XJAPAN のリーダー YOSHIKI。 伝説として生き続ける XJAPAN。解散から5年、ファンの熱い願いから今も行われるフィルムコンサート。日本から韓国へ、そして世界に広がるその人気は衰えていない。スクリーンの中の XJAPAN は今もファンを魅了し続けている。XJAPAN、その突然の解散、そしてメンバーの死以来、一切の表舞台から姿を消し、沈黙を守り続けてきた YOSHIKI が今語り始める。変えられないものに対して悩むのはやめようっていう、じゃあ変えられるものをいい方向に変えていこうっていう。2002年、復活を目指し再び動き始めた YOSHIKI。 音楽に人生の全てをかけて、 YOSHIKI は新プロジェクト「バイオレット UK」で世界に挑む。栄光の頂点を極めた XJAPAN の解散から5年、今再び YOSHIKI が動き始めた。 YOSHIKI を突き動かすものは一体何だろう。半年にわたる取材の中でその全てが明かされる。2002年8月、日本の音楽シーンから突如姿を消した XJAPAN のリーダー YOSHIKI さん。このロサンゼルスで本格的に活動を始めています。ハリウッドのほど近く、撮影所や音楽スタジオなどが集まる一角に、 YOSHIKI さんが持つスタジオ ONE ON ONE があります。数々あるレコーディングスタジオの中でも老舗として知られる ONE ON ONE。 ここは多くのアーティストがヒット曲を生み出し、伝説や逸話を残していった場所。今 YOSHIKI さんはここを拠点に復活のための新プロジェクト「バイオレット UK」を立ち上げようとしています。その曲作りに明け暮れる日
YOSHIKI さんがこのバイオレット UK で目指すのは、今までにない全く新しいジャンルの音楽、それへの挑戦。ある時は本当にロックバンドみたいにバンと現れて、本当にもう逆にシンセサイザーなんかないでやったり、またある時はもう思いっきりでデジタルでやったりみたいな、その既に姿を変えていくみたいな、もちろん同じ楽曲だったり楽曲のアレンジ違いだったりっていう、ことやりたいですけどね。僕本当に真剣なんで、なんか一回いろんなこと X とかやって、もう一回そのなんか趣味でやっていこうみたいな切り抜きじゃないんで、もう一回戦おうとしてるんで。あらゆる音楽の融合を目指す YOSHIKI さんが発信する新プロジェクト、バイオレット UK。クラシックやジャズ、ヒップホップ、ハードロックというこれまでの既成のジャンルを破壊するというのが YOSHIKI さんの狙い。音楽シーンにとどまらず、ファッションや映像の世界にも進出していこうと YOSHIKI さんは考えています。自ら手掛けたこのプロモーションビデオで、アメーバーのように増殖し進化を続けるバイオレット UK のイメージを打ち出しています。これ超小さい音で撮るんで、人が入っちゃうと無理なんですよ。向こうからだったらいいんですけど、ちょっとこれすごい音に敏感なんで、ここにはならないんですけど。ギターの音をサンプリング録音するため、広いスタジオに入れるのは YOSHIKI さん一人。Go, ready, go. Okay. Low B.弦を弾く瞬間は息も止めるほど神経を使うデリケートな作業。ギターの音を1音ずつ録音します。その1音も弾き方を変え、数種類のパターンを取るのです。That was a good one. YOSHIKI さんの頭の中ではすでに曲のイメージが完璧な形で出来上がっています。その理想の音楽を求めて、膨大にある音をさまざまに組み合わせ、メロディーを作り上げていくのです。しかも
曲の旋律だけでなく、それぞれの楽器がどのような音でアレンジされているかといった細かいイメージが頭の中に出来上がっている YOSHIKI さん。不満ですね。で、あんまり進まなかったんで、いまいちってとこですね。もうちょっとペースが上がるといいんですけどね。まだダメですね。今日どれぐらい進みましたか？16小節ぐらいですね。16小節全然ダメですね。270小節あるんで、この曲。うそうです。バルティキアのその音源をまず作って、例えば達成するまでも今別にもう人生いらないと思ってますんで、もうそれだけとりあえずやりたいっていう、はい、もう寝なくてもいいですっていう感じですね。だってで有名だろうなんだろうが、やっぱりこれだけ、ね、世の中にや音楽やっていきたいっていう人たちがいっぱいいるわけじゃないですか。と一緒に勝負していかなきゃいけないんで。別に知名度があろうがなかろうが関係ないですよね、それは、うん、で今僕はもうもうなんか違います、はい、完全にもう人間ではない人間ではないっていうか、もう寝てるか食べてる以外は仕事してますんで、音楽に全て打ち込んでるっていうか、まあたまにガーッと飲んじゃうとことかありますけど、はい、基本的にはもう今人生の全てをかけちゃってるんで、うん、はい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 、この日、スタジオを訪ねてきたのは全米で人気がある女性ボーカリスト、ニコル。 Did you see the studio? Not yet. Can I show you guys? Wow! Wow!売れっ子のアーティストニコルと将来共に活動をしたいとYOSHIKIさんは考えています。この日の作業を急遽取りやめ、自宅にニコルを招待することにしました。今日ちょっと家全然こういうようなことを想像してなかったんで、散らってるんで、物によってはなんか変なものが転がってたら嫌だなと思って、変なもの別に何もないんですけど、なんか下着とかその辺に転がってたら嫌だなと思って。大丈夫ですか、はい、そうなってもしすごいあんまりひどなかったらカットしてくれるんですよね。もちろんです。はい、芸能ニュースじゃないですか。入れたのかしら、皆さんは。これは開かないんですよ、たまに。停電になっちゃう。あ、開いた。やばい、上向きできちゃった、ずっと。ロサンゼルス郊外の閑静な住宅地。門を抜け、玄関までの長い道を行くと、瀟洒な白い家が見えてきました。ここがYOSHIKIさんが一人で暮らす家。Yes, please.
actually, I need glasses. Oh, you know what? You're a guest. Let me just take care of everything. Sure? Yeah.普段は超多忙な YOSHIKI さんですが、こうして自宅に仕事仲間たちを呼んでお酒を飲むことは数少ない楽しみの一つです。Congratulations for success for 311. Thank you. I'm determined to conquer it. Exactly. That's great. Determination is all about. No, she has. Okay. It's a long story. Cheers. Cheers. Right. And how did you break your neck? Playing the drums. That's what I thought. I was like, right. Maybe. Actually, I have a small, like, you know, like 15 minutes of video, like in my life, I can, if you don't mind, I can show you. But yeah, that's what I heard from Ron St. Germain. He said that you would, you know, you would get on the drums and you would just play so fast until you would just like collapse. Yeah. I saw the video like a year ago or whatever when we first just like talked. And then I told him, I was like, I didn't know how to explain it. I was like, he's like the greatest speed drummer or something like that, and I was like, he was drumming so fast. アメリカのアーティストたちはこうした機会を通じて音楽情報を交換します。 I depend on the artist. Okay. So yeah, but yeah, American music scene is pretty, I mean market is pretty tough. I mean Japan tooHave you had more success in Japan, you think? Sorry? Have you had more success in Japan? Yeah, in America I haven't started anything yet, basically. Just, you know, made a label and then... Yeah, but... I don't know. 数多くのアーティストの中でも成功できるのはほんの一握り。やはり厳しい世界です。YOSHIKIさんがこれまでそのプライベートを公開することはほとんどありませんでした。車庫には愛車がずらり。広い家の中は YOSHIKI さん好みの落ち着いた白と黒のモノトーンで統一されています。このところ連日深夜にまで及ぶ作業が続いています。起きるのはお昼過ぎ、そしてすぐに作曲を始めます。YOSHIKIさんいつも曲を書かれる時のそのインスピレーションというかどういうところから。いろんなことを考えたり、なんか今までのこと思ったりいろいろ話しますけど、結構無音状態の中で書くんで、あの全く楽器使わないじゃないですか。まあ、鍵盤を見るんですけど
実際にあまり弾かないんで、頭の中でイメージしたことが多いんですけど、インスピレーションなんか感じたこと、最近感じたこととか、昨日夢に見たこととか、そんな感じですかね。はい。よしきさんにこの広い家の中を案内してもらうことにしました。ここは簡単なジムですね。トレーニングします。週2回およそ2時間のトレーニングは欠かさないというよしきさん。ここで首が悪いんで、週に1回か2回はマッサージしますね。はい。それは専門のマッサージの先生がいらっしゃって。そうですね。首が悪いのはやっぱり X の時のドラムのあれが続いてるんで。そうです。それで、はい。今手も悪いですし。腱鞘炎はどんな感じですか。なんかそう簡単に治んないみたいです。でもまあピアノ弾けたんで、この前あとドラムがどこまでできるかっていうチャレンジできるかっていう、これから始めるんですけど、2、3年からとかって言われたんで。腱鞘炎ですか。はい。そうですか。はい。なんか軟骨をなんか痛めちゃったみたいな、この辺のなんか、それはやっぱピアノの弾きすぎで。コンピューターでしょうね。もうピアノっていう、ピアノもそうなんですけど、コンピューターのキーボードをこういう角度でずっとやってたんで、そこで痛めちゃったって。で、右が痛くなった、左やってたら左も痛めちゃったっていう。そのコンピューターに打ち込まれてたのは、音とか。そうですね。いろんな、いろんな音ですね。ドラムであったり、変なエフェクトだったりっていう。今でも大体寝る時もギプスしてるんで、お風呂に入る時以外はとピアノ弾いてる時以外はずっとつけっぱなしなんで、はい。こっちが寝室ですね。こっちがいつも寝てるところです。はい。モノトーンですよね。でも目覚ましが。そうなんですよ。昔ロサンゼルスに来てもう10年ぐらい前に買った、なんかなんていうんですかね、なんか手放せなくて、この目覚ましがね、あっためくんですよ。一回投げて壊れそうになっちゃったんですけどこれね、すごいこれ鳴るんですよ。いつも起こされてると情が移っちゃって、みんなに言われる、なんでこの部屋にあの目覚ましなの、切り離せないかな、捨てられなくなっちゃう。そうですね。はい。で、こっちがバスルームって言うんですか。このお風呂場というかですね。はい。豪華ですね。そうですね。こんな素敵なお家なのに、スタジオにばっかりやってるとダメじゃないですか。唯一の楽しみは、こうね、ここに入って、これテレビなんですよ。今ビデオになってるか。それを見ながら過ごすのが一番の楽しみです。あとステレオシステム、ここかなりのもう完備されてるんで、今クラシックか、そうですね、ここで。クラシックを聴きながら、休みますね。いい曲入ってないか。落ち着きますね。なんか毎日がもう戦場みたいじゃないですか、戦いなんで。そうですね。はい。だからこういうところ落ち着きますね。はい。
11月のロサンゼルスは雨の日が続きました。午後4時、ヨシキさんはスタジオに到着。雨の中大変ですね。メタリカやリッキー・マーティンなど世界の名だたるアーティストが多くのヒット曲を生み出した場所として知られるスタジオワンオンワン。X ジャパンの曲を作るため8年前ここを手に入れた YOSHIKI さん。このスタジオで多くの曲を生み出してきました。あの大ヒット名曲ダリアはこのスタジオで作られた第1号でした。当時 X ジャパンのライブは常に超満員。1992年東京ドームを3日間満員にするという快挙をついに成し遂げました。日本人アーティストとして初めてのことです。規制の概念を打ち破り記録を次々に塗り替える X ジャパン。まさに日本ロックシーンの輝ける前衛でした。とにかく派手な X ジャパンのステージ、中でも有名なのがリーダー YOSHIKI さんの暴れっぷり。まるで何かに怒りをぶつけるかのような YOSHIKI さん。こうした行き場のない怒りやほとばしる叫びは多くの若者の共感を呼び、一つの社会現象を作り出したのです。美しい旋律、洗練された歌詞、どこか寂しく切ない響き、激しいアップテンポの曲とは打って変わってバラードも YOSHIKI さんのもう一つの魅力でした。
4000時間に及ぶ X ジャパン未公開の記録があります。テレビでは初めて公開される秘蔵のテープです。そこには激しい苦痛と戦い続けた YOSHIKI さんの姿がありました。今も X ジャパンの伝説として語られる YOSHIKI さんの激しいドラム。1分間に800回のハイパードラミング。コンサート以外の日も練習のため6時間以上もドラムと格闘する YOSHIKI さん。完璧主義の彼ならではの超絶の技です。これが原因で首の軟骨を痛め椎間板ヘルニアを発症しました。それでも YOSHIKI さんは音楽に対する姿勢を決して崩そうとはしません。1995年から96年にかけて行われたダリアツアー。連日の過酷なステージと移動で YOSHIKI さんの体は限界に達していました。ツアーも中盤に差し掛かろうとしていた名古屋でのコンサート。この日カメラは最悪の事態を捉えました。最後の曲を演奏中、ドラムを叩く YOSHIKI さんに異変が起きました。肩を押さえてうずくまります。観客の大声援の中、倒れ込むように舞台を去ります。大丈夫、大丈夫、肩は鼻にか飛び去っちゃったんだか、なんか分かんないけど右手に鼻の前と左手に鼻の前とったでしょ。うちで今やめようかと思って、もう何してんだよ。ここですか、はい、ここ、はい、おはようございます。外れちゃったんですかね。いや違いますね。もう少し、はい、首を上げたような状態で、そうでした。あ、痛い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 、ああ痛い、何これ。首あるんですか。うん、首だと思って下の方です。はい、ここら辺ですか。この日 YOSHIKI さんの肩の筋肉が切れてしまったのです。急遽専属の医師によって針治療が施されます。当たりますか。いやもう全然奥の話はする。
これ病院ってやつですか？事務所側は残る3カ所のコンサートの中止を決定。次はいつ会えるのか誰にもわからないまま、泣き崩れるファン、復活を祈るファン、その姿はいつまでも会場にありました。ロサンゼルスに移り住み、自分の音楽世界を追求してきた YOSHIKI さん。この日訪ねてきたのは大手レコード会社の中島社長。これも J なんですけど、これは What is that? 72 right? Yeah, 72. YOSHIKI さんの新たなプロジェクト、バイオレット UK を立ち上げようとしているのを知り、アプローチをかけてきたのです。ラップ系とかヒップホップにはいいですね。低音のでかいんですけど、高音はもう話にならないんで。早速ご自慢のスタジオを案内する YOSHIKI さん。このスタジオには彼が追い求めてきた音楽のすべてが詰め込まれています。キーボードは好きなんで、ギターこれってもう今もないの？ないですね、これも全部ヴィンテージですね。そうだよ。これがオーバーハイムですね。いろいろありますね。すごいね。キーボードはこれいろんな変な音を作るのために、うん、そうですね。これはブックラっていいまして、渋そうな。これはかなり古いで、僕より年っていうのが。シンセサイザー。はい。いわゆる。はい。これがポリフュージョンって言いまして、うん、これはイギリスから取り寄せたんですけど、ああ、これもシンセサイザーですね。はい。まるで博物館のような機材室。世界中から集められた楽器は、音にこだわり続けてきた YOSHIKI さんの宝物です。この木製のキーボードは、あのピンク・フロイドが使っていました。これは、YOSHIKI さんが3年をかけてオーダーメイドで作ったオリジナルのキーボード。32もの音色が一度に出せるといいます。機材はちょっとハマっちゃったんで僕ね。はい。これだけ揃えるのに足掛け何年ぐらいかかりました？5、6年。はい。特にあっちの方はね、もうすごいですね。探してもないですよね。音は結構楽器屋さんにないものがあるね。そうですね、うん、もう一個あのシーンが出てきて、メインスタジオ A。 ここの機材もすべて YOSHIKI さん仕様になっています。レコーディングに最も重要なミキシング台を特別にあつらえました。他に類を見ないほどの長さを誇るこのミキシング台は140種類もの音を記録することができます。でも本格的なレコーディング作業にはまだ不足なのだといいます。スタジオの2階には専用のビデオ編集室。伝説の X ジャパンのコンサートビデオがここで作られています。
音作りと同じく頭の中ではすでに理想のイメージが出来上がっている YOSHIKI さん、それも驚くほど細かく。あ、今のあるじゃない、はい、あの前からあったんですけどちょっと伸ばしたんですよ前を。プライズ1日目がベースで、はい、ドア頭 の、 あのセットアップとかしてますよねみんなが、はい、あのほらあの、まあ、曲本当始まる前に、はいはい、で前の東京ドームのビデオみたいにあそこからもう始まって、はい、あそこでなんか YOSHIKI シンフォニックなんだかんだかって入りますよね、はい、ロゴがあれば一番いいんですけど、ロゴもし日本からもらえればこれあのパンフレットに入ってるロゴがあるんで、あのタイトルですね、うん、ショーのタイトル、はい、みたいなのが入って、はい、で1曲目セイニングそのままで、それってもうラフカットで大丈夫だと思います。ラフカットがそのまま使っちゃってもいいと思う。来てない、ね、来てない、なんで来てないのそういうの。いやそういうのもう全部送ってくれって言ったんですけど、もうじゃあすぐ送ってもらってよ、はい、だってもうねそうすれば早いじゃないですか、もうそれでいいんで。あ、わかりました、はい、ラフカットで OK なんで、はい、はい、なんで送ってこないの、この時間がない時に。で、はい、そのままで、はい、それが終わったら次アメシストなんですけど、はい、アメシストは2日目に変えてください。2日目、はい、はい、ロス在住の若林さんは YOSHIKI さんお気に入りの編集マンです。ダイジェスト版はどうします、逆にそっち先に。で、そこまでの時間を計算してもらって、はい、計算しますよね。何分残ってる、うん、だから5分なら5分、まあ自分のイメージは10分ぐらいなんですけど、はい、で、このブランダースの一部をバババババってなんか、逆に音の面ではブランダース使っちゃってもいいかもしれないですけど、音はブランダース使っちゃってもいいし、で、映像いろんなの入れちゃってもいいし、またはちょっと違う映像が入ってきてもいいしっていう、はいはいはい、僕のダイジェスト版みたいな形で最後の10分ぐらい。わかりました、それ乗りでいいと思うんで、はい、はい、であの DVD 発売予定みたいな形にすればいいと思うんで、はい、はい、ちょっとラフの件すぐ聞いて、はい、なんで信じらんない、もうこのスタジオの中で行われる全ての作業が YOSHIKI さんの指示で進められていきます。そのため一日のほとんどをここで過ごす YOSHIKI さん。多いんですよこういうの、僕にね 2,3 日であげてくれって言って日本から資料が届いてないことがある信じられないですよね本当にね、もうどうよー、ありがとう、ready? Yep, you're going to your channel. Yep.いつ声をかけられても良いように常に待機をしているスタッフたち。4歳でピアノを始めたという YOSHIKI さんはクラシックの基礎をきっちりと身につけました。その後アメリカのロックバンド KISS に憧れ、わずか12歳でバンドを組み、中学高校とロック一色の日々を送りました。卒業と同時にメジャーデビューを目指し上京、自らデモテープを作りライブハウスに配り歩くことになります。5年続きました。1981年バンド X を結成、 CD を手売りで完売するなど地道な活動が実を結び、ようやく88年に念願のメジャーデビューを果たしました。その後 X ジャパンとして活動が始まったのは92年。曲作りに時間がかかるのも X ジャパン伝説の一つ。
CD 完成まで 2,3 年はザラ。自ら作詞作曲を手掛ける YOSHIKI さんのこだわりにメンバーもなかなかついていけません。遊んでたんですよ。これ聞いてなかった。聞いてない。ちょっと上げてください。何言え。もう一回聞いてみようかよ。聞いてるじゃねえか。聞いてるじゃねえか。X-JAPAN に改名した最大の動機は海外デビューでした。活動の拠点はアメリカに移されました。リバーブ感ってあってるよね。リバーブってディレイなんですって一番上のところなんですよね、これ今ね。しかし3年後の95年にはメンバーそれぞれが独自のバンドを作り、日本でソロ活動を始めるようになります。ただ一人レコーディング作業を進める YOSHIKI さんの姿が見られるようになりました。 YOSHIKI さんにとって海外デビューの夢が遠のいていきます。1996年のことです。やめようと思ったっていうか、デビューしてもダメだろうと思った。ダメだと思われたのはどうしてですか？いや、まあそれなりに話題は作って、それなりにまあ枚数も出てみたいなことは思ったんですけど、なんかある程度長くやってるんで僕見えちゃうんですよ。はい、こうなってこのぐらいまでですけど、それ先何みたいな。だったら、別に何かね、分かってることをなんかやりたくなかったっていうか、あの時はメンバー全員がやっぱりそれに向かえなくてはよくね、なんかその、まあ、不満じゃないですけど、その例えばじゃあ1ヶ月オフねっていうとみんな日本に帰っちゃうじゃないですか。じゃなくてとかって僕思ってたりして、もちろんその不満とか言ってたんですけど、そうですよね。だってその、まあ、アメリカでも日本でもそうですけど、デビューしたい人たちっていうのはもう死の出るわけじゃないですか。で、僕は例えば今までいろいろあって、ね、何百万もレコード売ってきたかもしれないですけど、やっぱり同じところに立ってると思うんですよ。で、彼らのその私たちは成功したい音楽出したっていうのと同じぐらいの僕も情熱持ってやらなければ勝てるわけじゃないと思うんですよ。はい、だから本当に新人の人と気持ち一緒ですよね。自分が多少名前があってとかスタジオ持ってたとかって別に何もアドバンテージにならないと思うんですよ。その同じことを X-JAPAN の時も感じまして、そのアメリカでやるって言って、じゃあだから日本のアーティストが少し名前があってって言っても、こっちだってすごい競争激しいわけですし、みんなやりたいと思ってると、そのマーケットに多少の話題性だけでいけるかって言ったらいけると思ってなかったんで、だったらやめちゃったらっていうか、なんか逆に失礼な気がして、そんななんか、そうですね。はい、4年にわたって抱き続けてきた海外デビューの夢、その断念は X-JAPAN の YOSHIKI さんが経験する初めての挫折でした。メンバーの中に生まれた溝は知らぬ間に少しずつ広がっていたのです。翌年、1997年、X-JAPAN は突然解散を発表。きっかけとなったのは、幼稚園の頃から25年以上もの音楽人生を共に歩んできたボーカル、トシの脱退宣言でした。
てを注ぎ込んだ XJAPAN の解散。この日、YOSHIKI さんは X と XJAPAN の時代、合わせて16年の歴史に幕を下ろしました。翌年、1998年、メンバーヒデがこの世を去りました。突然のヒデの死でした。その後、ヒデの死に衝撃を受けた者が続出するなど、社会的関心を引き起こしました。第二次 XJAPAN を立ち上げようとヒデと話し合った矢先の出来事。YOSHIKI さんはこの日を境に表舞台から姿を消しました。千葉県館山、YOSHIKIさんのふるさとです。音楽と出会った場所でもあります。ここはYOSHIKIさんにとって辛い思い出が残された場所でもあります。それは10歳の時に見た父親の死。33歳でした。それからおよそ20年後の1993年、 YOSHIKI さんは父親に向けて一つの歌を書きました。 Tears、 涙。どこに行けばいい、あなたと離れて。今は過ぎ去った時に問いかけて、長すぎ
父親の死という悲しい体験を再び蘇らせた秀の死。あの日から5年、沈黙を守り続けてきた YOSHIKI さんは、これまで決して語ることがなかったその思いを初めてカメラの前で語り始めました。もともと僕はその父親よりも年を取らないにしようと思って生きてたんですね。要するに父親の年、もう僕父親より年上なんですよ。なんか変な話ですけど、そういうのでよくヒロとも喋ってたんですよね。なんかその、別に33歳までは生きないよねみたいなことを、冗談ですけどね、冗談、どこまで冗談か分かんないですけど話してたんで、それでそんなこと言っちゃダメだよとかって言ってた人間だったんで、彼がね、僕に対してそれを言ったから、それがそうなっちゃったんでショックだったんでしょうね。もともとちょっと僕はね、外に出るのがあんまり好きじゃないなくて、そうですね、その時は家にこもっちゃって、その9月11日の後ももうこの家から出なくなっちゃったんですよね。スタジオにもう行けなくなっちゃったぐらいだった。そうですね、まあ広い家なんで、別にちっちゃいところにこもってるわけじゃないんですけど、何でもありますし、そうプールもあるんでいいんですけど、なかなか外に出るのにいつも勇気がいるというか、はい、人に会うのがちょっと怖いっていうような傾向がありますよね。不思議なんですけど、ステージとか立っちゃうとなんてことないんですけど、結構その人間恐怖症みたいなところちょっとあるみたいな、はい。心の痛みに耐えきれず、単身アメリカへと渡り、この家に引きこもることになった YOSHIKI さん。誰とも会わない日々が続きました。まあその後やっぱり生と死ってことで考えて、で別になんていうんですかね、生きてるわけじゃないですか。その苦しかろうが何しようが生きてるわけじゃないですか。だったらね、その精一杯生きるべきじゃないかっていうふうな結論に達したんですよね。別にそのぼーっとしたって時間は流れていくし、一生懸命働いてて時間は流れていくし、存在してるのが嫌で、ただ単純にその存在だけしてるのが嫌だと、存在してるんじゃなくて生きようっていうその、ふうに思い出したっていう感じですかね。そうですね、別になんか、なんていうんですかね、あとはもう変えられないものに対して悩むのをやめようっていう、じゃあ変えられるものをいい方向に変えていこうっていう、過去に戻ってああしたらこうしたらって、英語でもウルハブ、クルハブ、シュルハブって、こうしたらよかった、こうすることができた、こういうことだって考えたってしょうがないじゃないですか。だったら今の時点からそれをこうしよう、こうしようっていう、していくしかないんじゃないかっていう、その前も言ったと思うんですけど、多分今がダメでも最終的に何て言うんですかね、まあ、成功ないどっかにそのゴールに行ければ、それは全ての過程だったって思えることあるじゃないですか。もちろんその人との別れとかそういうのは別の次元だと思うんですけど、それは必ずこう何しても肯定できないかもしれないんですけど、そうですね、まあそうやって言ってても、まあそうやって言いながら自分をまた逆に説得したりするんですけどね、やっぱりギリギリにいますよね、いつも。1999年、YOSHIKIさんに思いもよらない大きな転機が訪れました。天皇在位10周年を祝う記念式典。
その作曲と演奏を YOSHIKI さんは依頼されたのです。する YOSHIKI さん、その7分間の凝縮されたメロディーに過ぎ去った自分の10年間を重ね合わせていました。久々に表舞台へ戻った YOSHIKI さんが耳にしたのは、 XJAPAN 時代に聞いたあのファンの歓声でした。 YOSHIKI さんの中に再び舞台へ向かう気持ちが芽生えました。そして復活が始まったのです。2002年、YOSHIKI さんが再び姿を現したのは韓国でした。それにしてもすごい人気です。解散後も日本各地でフィルムコンサートが開かれるという異例な状況が続く XJAPAN の人気。初めて開かれたここ韓国でも5000人のファンが押し寄せました。画面に映る XJAPAN の演奏に熱狂するファンたち。解散から5年が経つ今も、XJAPAN 伝説は世界に広がり続けています。この5年間、YOSHIKI さんはここロサンゼルスで日本人アーティストのプロデュース活動に専念してきました。あの記念式典の演奏以来、音楽的才能と手腕が評価された YOSHIKI さんに仕事の依頼が続々と舞い込んできました。愛知万博の音楽プロデューサーへの就任からコマーシャルの出演など新たな仕事を始めた YOSHIKI さん、その隙間を縫って自ら立ち上げたバイオレット UK のレコーディングも並行して進めるといった殺人的な忙しさです。そんな中、日本で5年ぶりのソロコンサートというビッグイベントが浮上しました。フランスのやつって、フランスでパリのやつっている、いるん、あの25日でしたっけ、締め切りって。That's alright. I mean, my guess is really good.
理想的にはクラシックコンサートが終わってからやりたいんですよ。準備が死ぬほどあってコンサートの方で、で今その X の あれもやってるんで、どう考えてもまあ前ないことないと思うんですけど、コンサートの方はちょっと負担がかかっちゃう。はい、どうしてもそのパリのやつで必要なんですか。はい、ですね、今からやってボーカル取ってエディットなんかして、まあ、4日ぐらいかかると思うんですよ。今4日間って僕時間ないですよ、そんなにコンサートまで時間ないんで。そしたら12月4日以降、4日とか5日以降にしてもらって、そしたら年内に上げることできると思いますけどね。はい、ソロコンサートは YOSHIKI さんの音楽性が高く評価され、クラシックを中心に行われることが決まりました。コンサートは12月、残り1ヶ月、時間はありません。あ、OK、 Ready? YOSHIKI? Felicia? Yeah? Yes.急遽バイオレット UK の曲作りを中断し、コンサート用の曲作りが始まりました。オーケストラ用の楽曲に多種多様の楽器の音色をアレンジしなければなりません。事態の急展開にスタッフはなかなかついていけません。Just fucking, sorry, just no normal, normal quantize. I mean, no normal triplet. What was that? What was that? I'll have to get into it. It's not fucking anything, just get into it. Just do it then. Right. Just do it now. God, that pissed me off. What did you do for that? Well, I wanted to make it. If you just listen to the normal track, it's just obvious, right?It's no normal, no right. 6-6 tablet. Yes. So just fucking check the original track, like each time you do it. Just wasting your time then, right? Do it now.解散以来5年ぶりのコンサート。 XJAPAN の頃のように支えてくれる仲間はいません。その責任が YOSHIKI さんに重くのしかかります。あとは頼んだねみたいなことを言えないプロジェクトなんで、責任感、まあ、昔から責任感はあることだと思うんですけど、うん、昔より強くなったのかなっていうのと、うん、そうですね、あとは、うん、あれでも精神的には一緒ですね、うん、ダメだったら死んでやるみたいな、なんかそんな感じに思ってるような感じですけどね。YOSHIKI さんの新プロジェクト「バイオレット UK」の契約をめぐって、この日も大手レコード会社の関係者が YOSHIKI さんを訪ねてきました。YOSHIKI さんは曲作りを早々に切り上げ、自宅に招いてパーティーを開くことに決めました。この数ヶ月、YOSHIKI さんはその契約の内容について繰り返し話し合いを進めてきました。
契約は大詰めを迎えています。 YOSHIKI さんはビジネスの面でも積極的にイニシアチブを取ります。You guys can eat too. Unless I'm supposed to eat all of that, which I might be able to do, actually. YOSHIKI さんにとっても久々の大きなチャンスです。 So, have you been to Japan? So you spend pretty much every day in that, at that studio? Yeah. Like last week my friend came like, okay, you have a great house, and then like, well, I never spend time here. Only in the bedroom anyway. So yeah. I came home and sleep. As soon as I wake up, just go to the studio. So I never even use this area either. Oh, really? Yeah, just... Well, I'm glad we can help you use it. I eat at the studio, and then, yeah, just everything at the studio. So I barely use this place. But I just love music, just, yeah. Yeah. So the entire my life is just music, yeah. Probably without music, I'm nothing. Just, you know. Yeah. Yeah, just like that kind of vibe. Yeah. Mm. It's just music, music, music. Yeah. So hopefully soon. Yeah. I mean, I'd love to. Yeah, I mean, basically, I'm jumping to, you know, mm-hmm. I mean, to your place, like being naked. Mm-hmm. So, yeah, I'd like you to support them. Support, yeah. Yeah. Also, I have my opinion too about, you know, how I want to do it, so, sure. Because I learned it in a very hard way, and some of them are easy, but just, yeah. So, like, entire my experience past 17 years being in the music industry. That's right. Plus, started playing piano at 4, just entire my life, I just want to do it now. I mean, soon, in a couple months. Okay. Yeah. Very soon. Yeah, very soon. Yeah. You have to be ready for it. Mm-hmm. You have to be prepared. Well prepared ourselves. クラシックコンサートの本番3日前。YOSHIKI さんと共演する東京シティフィルオーケストラのメンバーが最終リハーサルを迎えていました。YOSHIKI さんは今回の公演の座長を務めます。ようやくロサンゼルスから YOSHIKI さんが到着しました。この日が YOSHIKI さんとオーケストラの初顔合わせ。指揮を務めるのはロシアの巨匠コンスタンチン。世界34カ国で活躍するマエストロです。はい、大丈夫です。
大丈夫じゃないですか、クリック、こういった本番のクリックで、これは、はい。気にしてますか、では、ちょっと待ってもらえます、どうぞ、少し指鳴らししますか、よし。あ、ちょっとだけいいですか、そしたら、ちょっと指鳴らし時間を。あ、指鳴らし、じゃあ、どうしようけど。はい、お願いします。皆さんどうしますか、どれぐらい時間、僕ら練習した方がいいですか。いや、2、3分でいいです。はい。それで2、3分そのままでもいいですか。Accelerando o no? Okay. One more. 曲作りは何とか間に合わせたものの、ピアノの練習は全くできなかった YOSHIKI さん。オーケストラが休み時間に入っても、ピアノから離れず、ひたすら練習を続けます。コンサートで演奏される12曲は全て YOSHIKI さんのオリジナル、自らオーケストラ用の壮大な曲に仕上げました。Thank you.
4歳からクラシックを習い始めたという YOSHIKI さん。その音楽性はこのクラシック界でも音楽家 YOSHIKI として高く評価されています。The blind dance is gonna be all right. So we were supposed to do like classical version, but like, okay. Yeah. ドータは新プロジェクトバイオレット UK のボーカルです。今回ヨシキさんはアメリカから呼び寄せました。So we just finished like noon. I'm going to come back on stage with my new project called Violet UK. I started being a classical pianist when I was at four. I mean, started playing piano. Then after when I started playing the drums,I started listening to rock, especially hard rock. Then after that, I started listening to hard rock. Then from there, I went to jazz. I played jazz piano. Then after that, I went to more dance music. In trip hop, trance music, trance or rock.So basically, I'm just interested in everything. I'm trying to combine all those genres. So that's the melodic and the drive. It's combining everything. I'd like to create like something beautiful to touch people's heart. A lot of time I've now このコンサートでバイオレット UK の新曲3曲をクラシックと共演させようと考えた YOSHIKI さん。中でもブラインドダンスは電子音で展開されるロックとクラシックが融合した新しい音楽世界です。そこで呼び集められたのが X ジャパン時代の気心が知れたスタッフたちです。組み立てちゃおう、組み立てちゃって向こうで組み立てない、向こうで向こうに持ってって組み立てちゃおう、はい。あれ？ブラインドダンスって、はいはい、あの一箇所だけやりたいのはそのさっきあの急にループが10分間ぐらいあって、はい、急にピアノにパンと戻るんですよ。あ、戻りました。あそこはスパンとライトと同じタイミングで変えてほしいっていう、はい、何小節あのいくつで300いくつ、そうですね、数えてちょっとやります。それともなんかクリックとかあればあの言いますけど、みんな僕入ってるんですよ。あのワン、ツー、スリー、バンバン入ってます。わかりました。ちょっと和子さんと相談して、はい、一番あの、はい、スパンと入れる状況で。でとりあえず最初はだからあの曲出てくるまでって誰もループなんか出てこないで、これでこれ最後の曲ですって言って、あクラシックコンサートで終わるんだなってみんな思ってるわけじゃないですか。で、チャン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 って言ったらバーンって入るんで。急にそこからなんかもうロックコンサートみたいな雰囲気になんかもうそれはもう十分し、はい、言われてますもん、はい、ガラッと変えてますから、ダーンと変わって、はい、ループが入っ、それはもう曲の中でそれでループが入ったら結構もうパシ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 フラッシュが光っちゃったり、はい、ガヤとかガンガンやっちゃったりみたいな、はいはいはい、なんか昔綺麗なソロのやったあのタイムみたいな、なんかあんな感じみたいな、はい、はいはい、とってももらったんで今だと混沌とした、はい、なんか美と狂気を表したいっていうで、今ですね、テナントして、はい、ここのとこに先生を置きたいんですけど、はい、大丈夫ですよね、こっち。音楽だけでなく、はい、ステージ、衣装と
次々とイメージが湧いてくる YOSHIKI さん。今あったよ。だからあのさ最初の彼女のやつは説明して。DJ の方は合わせていただいて。ちょっと説明した方がいいじゃないですか。だからこれとかかっこいいと思うね。あ、これいいじゃん、これいいじゃん、これいい。そうそう。で、その彼女もこれ気に入ってたから、で、ちょっと頭に巻くものを少し私も考えて、こういう光物とか、で、あとパンツ履いちゃってもいいかなと思ったね。パンツ履いちゃうか、もしくはブーツ、長いブーツ。長いブーツの方がいいよ。まあ、両方やろう。ちょっともしかしたらいやらしくなっちゃうかもしれない。いやらしい方がいい。あ、いいの？マキマキセクシーにしたいの、その。あ、そう。じゃあブーツにするよ。で、どうだも着替えてほしい。今？いや今じゃないです。そのでそのもう一個ね、もう一個これ違う。でもこの時いいっすよ。うん、違う違う、うん、こっちがいい。変えなくていいの？じゃあ長いブーツの方がいい。オッケー。紫ないの？紫、ね、あんまり流行らない色だからさ、あんまないんだよね。でもバルっていう系ってぐらいだからさ、つぐらいだから、うん、探しては見るけど、うん、あんまり世の中は流行ってないからさ、紫って。どうですか、コンサートまであと3日ですか、準備は。いやまだまだですね。まだいろんなこといっぱいやらなきゃいけないんで。とりあえず今日は寝ますもん。疲れていらっしゃったんで。明日はスタジオですか？明日、もうしくとくじとくじでアレンジが終わるんで、明日からピアノ練習を。今日はまだ譜面チェックって感じですかね。今日はとりあえずもう寝るしかないですよね。間に合わせます。ゆっくりやってください。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。失礼します。それから3日後の本番当日、誰よりも早く会場に入った YOSHIKI さんは、誰もいない舞台でピアノを練習していました。整理する YOSHIKI さん、自分の曲に直前まで手直しを加えていました。全ての楽譜が完成したのは開演2時間前のことでした。XJAPAN 解散以来久々の舞台、その復活をマスコミも大きく取り上げました。された5000席はすべて満席。5年ぶりにもかかわらず、未だ YOSHIKI さんの熱狂的なファンは健在です。すごい
楽しみなだけでいっぱいですね。今まで辛かった気持ちを音楽を通してファンの人たちに伝えてくれる、そういう音楽を今日は期待し、すごく期待してもうすごく楽しみに、今までの YOSHIKI さんでないような音楽が聴けるんじゃないかなと思ってます。ハードロックだけじゃなくて、そのジャンルを超えた新しい音楽だから、それがその昔からあるクラシックと融合するっていうのがどういうふうになるのかちょっとあまりよく分かんないんですけども、新しい音楽のジャンルに、挑戦してもらいたいなと思いますね。はい、YOSHIKIさんが舞台に登場するのは3曲目から。ステージはもう演奏が始まっています。幾分緊張気味の YOSHIKI さん。あれ、これ両方もコンスタンツに来るんですか。皆さん、これ両方ともコンスタンチンが振るんでしたっけ、これって。そう、両方コンスタンチン。わかりました。大丈夫です。見えちゃう、見えちゃう、見えちゃう。今までってみんな上手いですね。気合いの時。いよいよ本番です。YOSHIKI さんは XJAPAN の曲ラストソングで5年ぶりの舞台の幕を開けました。ステージで別れを告げたラストソング、 YOSHIKI さんが自分の復活第一歩として選んだ曲です。 XJAPAN の鎮魂、人生の悲しみ、その全てを受け入れるために5年という歳月が必要でした。
ダメだ、また何言ってるか分かんない。ダメだ、スピーチは。そうですね。やっぱりラストソングから始めたかったっていうのはなんか、この曲順を決めるときもずっとなんかいろいろミーティングでやってたんですけど、絶対ラストソングから始めるとか言って聞かなくて僕が、それでこれ始めました。次の曲はですね、昨日ちょっと弾かれたんだけど、そのなんだっけな、バイオリン系の曲にしようかなと思ってるやつで、ゲストのシンガーのドータを来てもらってるんで、どうぞ。ヨシキさんのプロジェクト、バイオレット UK の初登場です。こんにちは、ダータです。今日、この場にいることも、とても嬉しく思います。皆さん、ありがとうございます。
2時間にわたる舞台が大成功に終わりました。見事な復活を見せた YOSHIKI さんに拍手が鳴り止みません。放心状態になったっていうか、久しぶりだわ。Дело в том, что этот жанр рок и оркестр я давно в своей практике использую. А Йосики-сан очень талантливый человек, очень талантливый. И он использует современные средства не только музыкальной выразительности, но и пластики тела, и света, и ритма, и электроники. Это современно очень. И я в своей московской практике тоже использую такие же элементы выразительности. まあ、久々に味わった舞台、楽屋に戻った後も YOSHIKI さんの興奮はいつまでも冷めないまま。もう入った瞬間にあれ間が空いてると、間が空いてるからちょっと表紙をずらして、まだ俺だけだから、俺だけのパンとかしようと思ったけど、もう分かんないのよ、どこからどこからいっぱい見たか分かんなくて、もうどうでもいいやと思って、放心状態だからさ。でもあれだな、俺はアニバーサリーは昨日横で見てて、うん、今日はあの客席で見たからかもしれないけど、ものすごく感動したけどね。最初でもアニバーサリーとしたのが分からなかった。最初としたアニバーサリーだったんだ、トータル気合は入ってたね、バラーンとかだったから。アニバーサリー感動する。明日からレコーディング頑張るぞ、師匠。今度は本当のバンドで勝負しなきゃ。そう、気合バイオレット UK を本格的に打ち出していこうと思わず口にする YOSHIKI さん。スタートのなんていうかな、こう日差しをちゃんと聞けたからやっぱり嬉しいんじゃないかな。